プロデューサーとディレクターってどっちが偉いの？新規が意見が対立したら殴り合いで決めるんですか？まあ、てかそれぞれのなんかあれだよな、部署が違うから微妙に何とも言えないんだよな。基本的にはプロデューサーの方が偉いのよ。プロデューサーが全てを決めるから。けどディレクターが無理っつったらプロデューサーもそうなんだっつって変えざるを得ない。お互いにお互いにこう絡んでないから、なんだろう、殴り合いにはなるね。こんなスケジュールできるわけねえだろっつって切れるディレクター側で、プロデューサーはこんな予算で、こんな予算あるわけねえだろっつって切れる、こんな期間取れるわけねえだろっつって切れるみたいなっていうところもあるんで、基本的には殴り合いで決める感じですね。建築家と現場監督家的な。これ結構でも会社によって違うんですよね。一般的には、一般的っていうと良くないのかな、まあプロデューサーは仕事を取ってくるのがお仕事ですね。取ってきてゲームの全体的な 路線というかコンセプトというかを伝える係ですよね。でいついつに発売でこういう販売戦略でっていうゲームのプロデュースをするのがメインだよな。でディレクターはじゃあそのプロデュースを達成するためにはどういう風にディレクションをして現場を導いていけばいいんだろうなっていうのを決めて、もうちょっと詳細な仕様を決めたり、大まかなゲームの方針を決めて、だからプロデューサーはどっちかっていうとお金集めがメインで、ディレクターはゲーム作りがメインっていう考えでもいいかもな。はい、っていう感じで、まあこの辺は多分作品とか会社によって違うでしょうし、プロデューサー兼ディレクターの人もいるでしょうし、プロデューサー不在のこともあるだろうし、結構ねバラバラっすね。うちはあれっすね、プロデューサーが大抵成田とんなんで、社長がいついつぐらいに出す感じにしましょうって言ってきて、他の下っつって、あとは全部俺っすね。こういうゲームで、こういう期間で、この辺で、こんな感じでっつって。まあ、最低限のベースとなる、こう、なんか、紙っぺら一枚みたいな、こう、ところはプロデューサーから来るけど、それぐらいだな、正直。っていう感じで、多分この辺もね、会社によって違うと思います。なんで、逆に言うと意見ってそんなに対立しなくて、わかんない。対立してないだけマシなのかも、うちが。多分そうだね、鉄拳とストリートファイターだとプロデューサーが出てくるけど、フラパンは俺が出てくるのは、結局だから俺がまあプロデューサーとは言わんけど、そのゲームのねコンセプトとか決めてるのは俺だから、出てくるのは俺なんじゃなかろうかという気はしますね。まあでもやっぱ話し合いでちゃんと決めないといかんところはあるけど、やっぱお互いになんかやっぱり抱えてる場所が違うから、なんやかんだでどっちの意見も尊重してるイメージはあるけどね、普通に。はい、そんな感じです。お便りいただきありがとうございました。